ちゃんまるです。どうも。いやし。野菜、ニンニク、油、肉玉そば、イカ天でお願いします。チカ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 。野菜半分、ニンニク、ちょこっと油でお願いします。久々の二郎系行ってみたいと思います。食うぞ。いやし。はい、店内和の作りになっております。そして客席はなんと全て個室、ご覧の通りのれんもかかっております。食事に集中できますね。こんな感じです。漫画喫茶みたいでしょ。卓上に水のボトルが1個ある。なんだか贅沢なことしてるような気持ちになっちゃいますよね。はい、こちら野菜くつもりでご用意してます。はい、ありがとうございます。すげー、お待たせいたします。いただきます。はい、ありがとうございます。野菜、油、ニンニクでお願いしました。ホイコーローです。ホイコーローのローは二郎のロー。和風ホイコーロー専門店だし屋さんにお邪魔しました。ホイコーロー専門店って初めてですね。で、和風とついてるからには和風の味付けなんでしょう。まあ当たり前ですが、普通のホイコーローに赤いホイコーローにチャーハンなんかもあります。飲み物なんかもあります。今回私がいただいたのはこちらの和風ホイコーロー。ローが二郎のローになっていますね。ラーメン二郎といえば野菜増し増し、ニンニク増し増し、油増し増しみたいなことを呪文を唱えるわけですが、それがご覧のようにホイコーローの上に野菜が乗っかっているわけですよ。二郎の上の部分が乗っかってるわけですよ。ビューン、ギューン、スイースイー、ギューン、ラー。それではいただきます。ラが長いんじゃ。まずは山をちょっと崩す感じで、で普通は野菜からいくよね、二郎食うときってね。これ辛めっていうのはないから、二郎の辛めっていうのはほら野菜を美味しく食べる味付けにするものじゃないですか。でもこのホイコーローにあの辛めなんか乗っけたら大変な辛さになっちゃうと思うんでね。はい、ゴンザライスゴンザライス。ホイコーローはご飯が育つぞ。中華料理ってやっぱね、油物とか醤油とか、まあこれホイコーローは八丁味噌とかだけど、ご飯めちゃくちゃ育つかんね。でご飯もなんか炊き具合がちょっと柔らかめ、ちょうどいい、すごく美味しい。すでにもう美味しい。スープ、これあの味噌汁じゃなかった、スープでした。鶏が効いてるのかな。これもポイント高いですね。さあもうガシガシいっちゃいます。もうほらね、キャベツにさ八丁味噌のあれが茶色いのがついとるのがもうこれうまそうだな。オンザライス育てそ。所詮は僕らエニモなんです。もう今回はご飯ギットギットのビシャビシャのベシャベシャにしちゃうんだけどな。覚えとけご飯。いやご飯に喧嘩打っちゃダメだよ。ご飯美味しいんだから。もうウキウキが止まらない。本当に美味しいんだこれ。ホイコーロー自体食ったのがちょっと久しぶりなとこはあるんですけどね。もう本当にチタンダーチタンダーが止まんないです。本当にうまいんだ。味付けが濃いんだけど野菜はたっぷり取れるし、肉も食えるし、お漬物は高菜でございました。この高菜でもご飯を食べたいのですが、ホイコーローでご飯を食べたいのでここは一口ちょこっと。いやー美味しいものって世の中にいっぱいあるんだね本当。あ、今ニンニクをね混ぜて混ぜて、こうニンニクをちょっとずつこう感じるようにしていこうかなと思いました。一気にニンニク食べちゃうとあの血行が良くなっちゃいますからね。そしてもちろんのオンザライス、オンザライス、オンザライス。お口いっぱい頬張れるこの幸せ。もう食いたい。あ、で和風ホイコーロー専門店ってなってますんで、でもちゃんとね言うことはわかる。和風のこうなんか出汁が効いてる。うん、確かに和風の出汁は効いてる。でもホイコーロー、でもホイコーロー、ホイコーローのローは二郎のロー。野菜を絡める、絡める、混ぜる、持ち上げる。ほらもうこの色、この色、オンザライス。やべ、もう食いてえやんと。この頃私は思ってたのは、肉を増やさなかったのは失敗したなと。あとご飯も大盛りだとちょっと多いのかもしれないから、中盛りぐらいでお願いしますってこっそり言えばよかったのかなとか。いやいろいろね、もう一回行かなきゃいけない理由がある。あ、ニンニク、ニンニク混ぜましたね今ね。はい、もやしの量は増やさなくても僕的にはちょうど良かったかなって思いましたけど、これ
あれかな、食べる前に天地返しとかした方が良かったのかな。そしたらこうもやしにもさ出汁が絡むじゃない、わーって。あの天地返しってラーメン二郎の麺を野菜の上にも持ち上げるやつなんですけどね。ピーマン、これも今持ち上げたでしょ私ピーマン。このピーマンもクソうまいんだよ、甘みがあって。ピーマン嫌いのお子さんいらしたら、ここのあの出汁屋さんのホイコーロー食べさせてみてください。きっとうまいって言うよ。いや、楽しかった宴の時間も残りわずか、本当に楽しかったな。肉残り一切れかよ。やっぱ肉箸にすべきだったな。200円だったと思うんだけど、もうこうなったらほぼほぼもうホイコーロー丼です。もうカメラ忘れて夢中になって食べてますね私。だって本当に美味しかったんだ。個室で、で個室っていうのはいいよ、あの撮影向きです。あとお店の方もすごくあの撮影に協力してくださったんで、いい店ですね出汁屋さん。なんか言うとりますが全然聞こえないんで無視です。いやー、タイガーパー、よいしょ、溜めて溜めて溜めて、タイガーパカ、はい、ダブルタイガーパカ。個室だから遠慮なくダブルタイガーパカもできるっていうね。もう個室だから何をやってもいい、何やってもいいってわけじゃない、まあ、あの裸になったりしたらまずいけど、多分ね。今度試しになってみようか。いやね、ならなくていい、ならなくていい。クリーニング代とか払わなきゃいけなくなっちゃう。あとまああれですね、これ僕の勝手な思ってることなんですけど、秋葉原に来る人は味付けの濃いもの好きなんですよ。あと量が多いとかね、茶色は正義っていう言葉がすごくわかる人いっぱいいらっしゃると思うんですが、これはね秋葉原に新しいこう選択肢が増えたというか、あ今ピーマン食べたでしょ、これがうまかったの、このピーマン。ピーマン嫌いな人も多いかもしれませんね秋葉原には。野菜嫌いな人が多いかもしれないけれども、この出汁屋さんのホイコーローは強烈におすすめします。私あそう勝手な偏見っていうんだよ ね、 そうね、まあ、私自身も実は秋葉原よく遊びに来るんですよ。古いゲームが好きで、中学高校の頃にゲームセンターでやってたゲームが未だに現役稼働してるお店とか秋葉原にはあるんです。そこに行ったりするんですけど、いやーこれ昼飯迷うな。昭和通り口に出て歩いて1分の場所でホイコーローまず食べて腹ごしらえして、ヨドバシカメラプラプラして、ここからで電気街口行って、いつものお散歩コース、ゲーセン行ってスーパーポテト行ってみたいな、あと緑のタワーに行ったり、それはまあ置いといて、いやとにかくもう大満足のお料理でした。ごちそうさんでした。はい、というわけで出汁屋さんでホイコーロー、和風ホイコーロー食べてきましたけども、うまかった。おい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 、ホイコーローだよ。よくある中華料理屋ね、ランチで入ったら僕ホイコーローって結構選びがちなんですよ。ホイコーローもしくは酢豚定食かなっていうぐらいホイコーローはよく食べてきましたけど、美味しかった。八丁味噌も効いてる、だし焼きだけあって和風のだしも入ってる、うますぎた。あとご飯は大盛りにしましょう、足りません。あと肉も増した方がいいと思います。だし屋さんありがとうございました、美味しかったです。また食べに行きたいと思います。ということで、美味しいと面白いを求めてこれからも旅を続けたいと思います。それではまたお会いしましょう。